こんにちは、ソーシャルメディアマーケティングコーチの永山です。今回はビジネスにつながるつぶやきや投稿の仕方はということで、どのようにツイッターやフェイスブックに投稿していけばビジネスにつながるかということをお伝えします。さて前回の最後に、いくらフォロワー数が増えてもツイートの内容やユーザーの動線を考えないとビジネス的な結果には結びつきません。これはもちろんフェイスブックも同じです。ということをお伝えしました。Facebook をやっていて、いいねはたくさんつくし、友達もできたけど、ビジネスには全然結びかない。そのような方に見直していただきたいのが、1、つぶやきや投稿の内容、2、ユーザーの動線の2つです。まず、1、つぶやきや投稿の内容です。Twitter や Facebook などのソーシャルメディアをビジネス活用しようとして、素人がついついやってしまうのは、ひたすら自分の製品やサービスの宣伝ばかりしてしまうことです。ところが、それを見ているあなたのフォロワーや Facebook の友達は、宣伝や広告を見るために Twitter や Facebook を使っているわけではありません。多くの人が何のためにソーシャルメディアを使うかというと、誰かとコミュニケーションを取りたい、繋がっていたい、友達や出会いが欲しい、そういう目的でソーシャルメディアを使い始めているのです。そういったユーザーが多いソーシャルメディアにおいて、ひたすら宣伝や広告をしても誰も見てくれないばかりか、あまりそれがひどいと、ビデオで録画したテレビドラマのように、CM の時間はスキップされるのと同じような扱いをされてしまいます。そう、ソーシャルメディアには、ソーシャルメディアの宣伝や広告、プロモーションの方法があるのです。まず第一は、コミュニケーションを重視するということ。あなたのフォロワーさんや友達とリアルの世界と同じように会話をして、できるだけ親密な本当の意味での友達になるように心がけるということです。そうして初めてあなたの本当に伝えたいビジネスメッセージ、宣伝や広告も、〇〇さんが言ってることなら一つ見てみようか、ということでちゃんと見てもらえるようになるし、友達があなたのことを応援してくれるようになったり、あなたのファンになってくれたりしたら、あなたがツイートしたり投稿したりした大切なあなたのビジネスメッセージ、宣伝や広告をあなたのフォロワーさんや友達がリツイートやシェアをして口コミで拾えてもらえるようになるのです。ソーシャルメディア上のプロモーションは、一番いいのは自分で売らずに人に売ってもらうということなのです。もちろんそこに至るまでには、真心の人間付き合いが必要になってきます。しかし人間付き合い、友達付き合いを重視するあまり、陥ってしまうこともあります。それが、Facebook をやっていて、いいねはたくさんつくし、友達もできたけど、ビジネスには全然結びつかないということです。ではどうしたらよいかということについては、次回引き続きお伝えしますね。